アルトナリコ2続きをやっていきます、前回ね、大聖堂で生誕祭が行われたんですけれども、まあ、ちょっと乗っ取りみたいなのがありまして、でまあそのどさくさに紛れてみんなで逃げたんだけど、まあ、ちょっとルカがね IPD ラボに行こうということになって、まあ、クローシャ様もついていくことになり、まあ、IPD ラボに向かっているところです。ここが IPD ラボなのかな、そもそもどういう感じなのか全くわからないけど、どこ向かってたかもわかんないわ。 IPD 反応もあると、 IPD パパッとやっちゃうんで飛ばしちゃいますね。話せ、話してよ。あの声はココナちゃんか。ココナ、もうなんともない。なんともなくないんだよ、おとなしくしろっての。ココナ、クロ、お前らココナから手を離せ。ああもういきなり戦闘、反逆でしょ。しっかり戦闘、普通に勝ったけど、ね、クロ、会いたかった。助けに来てくれたのね。なぜココナちゃんがここに捕まってるの。あんたが倒れてる間に出ちゃったのよ、 IPD 陽性発症。それはそうと、仲間を倒しちゃうなんてやばいんじゃない。ココナを助ける方が先決だ。レイカ、ルカ、一人で行くな。ココナの方がよっぽど恋人らしい感じよね。確かにココナが仲間になった。帯外れてるんだ。まあでもあまり使うけど、あれは、お、おい、ルカ、お、レイカ、レイカ、レイカ、お姉ちゃんたち誰。違う、レイカじゃない。え、あなたは誰。私はこの間ここに移されてきたの。レイカって名前じゃないわ。それじゃあ前にこの部屋にいたレイカは。前にいた子はもう死んだってこの間誰かが言ってた。そんな、きっといろいろな実験をされたのよ。この部屋は高レベル IPD のためなんだって。私やそのレイカさんみたいな高レベル IPD はめったにいないんだって。映像の乱れが、すみません。レイカが殺された。そこまでだ。しまった、アマリ、やはり貴様新生政府軍のスパイだったんだな。道理で新生政府軍の動きが早いわけだ。騙しやがって。私はただこの世界の歪みが許せないだけ、今の大衝動が許せないだけ。10年前の10倍以上の発症率、そして超高精度の発症 IPD の捕獲。あなたたちは IPD を減らすふりをして、実はこの世界を使って培養している。神と戦争をするための兵隊を作るためにね。なんだって、隊長、それは本当のことですか。おっと、ココナは、ココナはやはり連れて行くんですか。いや、ココナはお前と一緒にいればいい。その代わり
ここのことは他言無用だ。いいな。クローシ様、全部知ってたんですよね。知ってたに決まってますよね。知らないなんて言わせない。だってここはあなたの大聖堂。あなたが神との戦争について演説しているのを何度も見てる。その称賛について語ってるのも何度も見てる。その裏がこれだなんて、ダイバーズセラピーで治る子だってたくさんいるはずなのに、セラピー禁止令まで出してこんな状態で飼い殺しにするなんて。クローシ様、あなたは私の妹を殺したの。あなたがレイカを殺したのよ。二週に言ってたことだって全部嘘じゃない。嘘つき、裏切り者。少しでも優しいとか思った、私がバカだった。あなただってこの世界を守る巫女なんかじゃない。鬼、悪魔。あなた、言わせておけば言いたい放題って、あなたに私の何がわかるというの。何でも正直に話せばことが解決すると思ったら大間違いなのよ。あなたにこの苦しみがわかるものですか。だいたいあなた、本物の巫女と言われてもてはやされてから随分態度が変わったんじゃなくて、たとえ本物だからって今から何ができるというの。汚いとわかっていることも民衆のためにとやってきた。これがどういうことかわかる。どれだけ苦しいことがわかる。それぞれの思いがあるんだよな。それを身内が死んでいたからって突然手のひらを返して、本当は私が正当な巫女ですって成敗し始めるわけね。いい役どころだわ。私そんなこと思ってない。私はただ、私はあなたに私の気持ちを少しでも分かってほしかっただけなのに。あなただって私の気持ち何一つ分かってくれてないし、クローシェ様なんて大嫌いよ。ああプレゼント、ベロネックレスを失った。せっかくクローシェ様が用意してくれたのに。ああ捕まっちゃった。ああ結局牢屋じゃん。これじゃ脱出しても何も変わらないじゃない。ルカ元気出せよ。ルカ、俺にできることがあれば言ってくれ。ルカ。いや、え、ああまあそうか、クロはもう大衝動の人間だからか。ごめん。なあルカ、こういう時俺はルカに何をしてやれる。もうクロは何も知らなかったんですけど。何もしなくていいよ。単純に拒否反応が出ちゃっただけかな。でも俺はルカの。もうやめよう。え、もう疲れちゃった。あーめんどくさい女ムーブ始まっちゃった。何？恋人のふりをするの。なんだよそれ。本当は私、あなたのことなんて好きでもなんでもない。すべては霊下に会うため、大衝動へ潜り込むためだったの。あんなに好き好き言ってたのに。ダイバーズセラピーを始めたのもお金になるから。あなたのファスタリア行きを援助したのも、あなたを送り込んで私も一緒に住むため。宮遣いのあなたのそばにいれば必ずいつか陛下の元へたどり着けるって思ったから、その可能性に投資しただけ。勝手なことばっか言ってんなよ。今まで俺に嘘ついてたってことか。今まで好きって言ってたのは全部嘘だったのか。ふざけるな。幼馴染でもやっていいことと悪いことがあるぞ。人の気持ちを何だと思ってるんだ。うるさいな。静かにしてよ、疲れてるんだから。静かにしろだと。お前ないい加減に。ルカ
おい、大丈夫か？大丈夫じゃないよ。見ればわかるでしょ。どうしたんだ？具合が悪いのか？俺の思いとかなんとか言っても所詮はその程度だよね。何言ってるんだ。言ったじゃない、忘れたの？そろそろあの日だって。延命剤か？延命剤か、うん、持ってるか？俺が。いい、自分で入れるから。ルカ、無茶するなよ。無理しないで彼氏に入れてもらえば。まあ今では元カレか、初めてってわけじゃないんでしょ？いや、今までしたことはない。嘘。あんたたちって本当に浅い、おままごとみたいな付き合いだったのね。まあそれはそうなんだよな。もう少し近づかないと入れにくいと思うけど。ココナが、ココナがもう全てに飽きて編み物を始めちゃっている。それじゃあ入れるよ。うん、終わりだ。ありがとう。痛くなかったか？もちろん痛かったよ。どうしてそんなこと聞くの？いや、痛そうに見えなかったから。それは私が叫ばないから。だって叫んでも叫ばなくても痛いものは痛いもの。それなら叫ぶだけ体力の無駄遣いでしょ。いや、心配してんだよクロアは。それともクロアって叫んだら興奮するタイプ？何言ってるんだ。冗談。まあ俺がルカに入れてやるのも多分これが最初で最後だ。早く本当の恋人を見つけな。クロア、俺のことは気にするな。あれだけ豪快に振られたらもう未練なんてないから。空気悪い。クロアバーテル、出ろ。ココナがかわいそうだよ、挟まれちゃって。ねえねえルカ、こんなところで言うのもなんだけど、私たちのところへ来ない？うん、大将との仕打ち見たでしょ。映像が。もう何を迷うことがあるの？許して止まらないでお願いだから。ここ MV 続きで全然セーブ入れられてないから、お願い止まらないで。いい、もしかしてクロアのいる方に行ったいとか言わないよね？あなたさっき振ったばかりじゃない。変なの。もしかして本当は本当にクロアのことが好きだったりして。呆れた、なんであんなこと言ったわけ？まあそうよね、そうよね。あれも全部本当のことだもん。でも好きなんだよね。好きになっちゃったってやつだよね。でも好きなんでしょ？わけわかんないな。めんどくせえよな。死後は慎め。ルカ君だったかな。わしと一緒に来てもらえないかの？お前を出してもらうのに随分と苦労したよ。話は何ですか？大将堂はお前を重罰に処すつもりのようだ。だが俺にとってそれはありえない。今回の件はお前にとっては事故でしかない。それにお前は我が騎士団のホープ、現行騎士隊員の中でもずば抜けて力があり、
そして任務を忠実にこなし素直だ。いずれは私の後任につけようという考えもなくはない。ですが。言うな。誰もが分かっている。誰も望んでいないことだ。だがこの世界を維持するためにはもはやこれほどの劇薬を使うほかないのだ。大衝動は一つの条件でクロアの免罪を許可した。それは私の希望とも合致する。クロアよ、神との戦争までの間クローシェ様を守りきれ。そして神との戦争を勝利に導くのだ。それが我々のただ一つの条件だ。あとは自分で決めろ。俺からの話はそれだけだ。即答は無理だろうからしばらくの猶予を与える。その間大衝動内は自由に行動して構わない。あら優しい。もし同意するなら期日までに俺のところへ来るんだ。そうでなければ。あ、ここ分岐かな。俺に気づかれないようにここを去れ。はい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 、検討させていただきます、ね、どうしようかな。ああそうだ、クローシェ様がお前に会いたがっていた。俺に？随分と見込まれたもんだな。部屋に行ってやってくれ。はい。ルカはクローシェが仲間から外れた。アマリア・ココナが仲間から外れた。まあ、全員外れたんですよね。さてと、クローシェ様が会いたがっていたと言ってはいたものの、クローシェ様の部屋ってどこやねんっていう感じなんですけど、そいでもって私はね、この後多分、あ、ここでした。始まっちゃった。クローシェ様、あなた女性の部屋に入るときはノックぐらいしたらいかが。いえ、もう30回くらいしましたが。したんだ。気づかないこともあるのよ。声くらいかけなさい。8回くらい声かけました。もういいわ。何かご用かしら。クローシェ様、泣いてたんですか。冗談言わないで。泣く理由なんてどこに。すみません、ルカがあんなこと言って。あなたが謝ってどうするのよ。すみません。分かってるわよ、全部分かっててやってる。今さらルカに言われなくたってもう分かってる。この計画は血で染まってる。でもこうするしかないの。この方法でしか神を退けられないの。選択肢なんてないのよ。私は大衝動の象徴、巫女なのだから。民衆を裏切ってるって分かっていながら嘘をつく辛さ、あなたに分かるかしら。私だって本当はみんなで楽しく大陸を紡ぎたいのよ。どうせあなたもずっと私のことを血も涙もない女だと思っていたのでしょう。そんなこと。いえ、そんなことは。いいのよ、気を使わなくても。もともと私には味方なんて一人もいない。私の本当の気持ちを分かってくれる人なんて誰もいないのですから。私は禁忌の巫女。本当はここにいてはいけない存在。そして正当なる神の加護を受けし巫女の血筋。先代巫女アーシャの娘ではなかった。今までずっと知らなかった。ずっと騙されていたのね。結局私は。ずっと一人なのよ、今も、そしてこれからも。クローシェ様。神がいる以上、大陸を紡ぐ歌、メタファリカは歌わせてもらえない。そうなんだ。でも、もう神とは対話できない、分かり合えない。そうであれば、私が全ての罪をかぶって神を強いたて祭るしかない。私は血塗られた巫女ですもの。罪をかぶるために生まれてきた巫女なんですもの。こうなって当然、こうなることはもう分かっていたわ。でも
私だってこんなことしたくてやってるわけじゃない。うん、ね、誰か教えてよ、民衆みんなで楽しく大陸を紡ぐ方法を、このひどい現実から世界を救う方法を教えてよ。わあわあ、まあ、黒瀬さんもいろいろ悩んでるんだよなっていうね。セーブしたいな。ああもうやばい、ここいつ止まってもおかしくないもん。セーブどこ？セーブポイント、あった。あー2人ともいい感じにダイブポイント溜まってますね。いやこの後ルカにダイブするの気まずすぎるけど。よいしょ、どうしようかな。時間すっごい微妙なんだけど、ちょっと探索するか。なんかイベント始まっちゃったらぶっつぎるわ。でもな、この間来た時結構探索したから。黒石さんもずっとお部屋にこもってらっしゃる、痛々しいな。食事もとってない、あんな黒石さんも初めて見るよ。なんとかできないだろうか。俺たちにできる唯一のことは職務を全うすることだ。より励むことにするよ。はい、そうですね。いつもよりピカピカに磨き上げるわ。私は黒石さんの味方だよ。優しいね、みんな。あれなんですよね、この間来た時に結構全部見たところあるから、多分見逃したところなければ見てるはずだから、見回ってもあまり意味ないし、多分こっち行って上入っちゃうと、ああびっくりした、ここ入っちゃうと多分黒瀬様のことを選ぶことになる気がするような気がするような気がするからな。で多分ここ分岐なんですよ、おそらく。まあ黒瀬様を守る道を選択するか別の選択をするかって、あそっか、牢屋か、ここ、ココナ出してもらったのか。クロ、よかった、ずっとここで生活することになるかと思ったよ。あなたね、ここにまだ出してもらえない人がいるのよ。少しは気を使いなさいよ。アマリエは出してもらえないのか。ココナも聞いたんだけどダメだって。ココナはクロの信頼があるから特別に出すだけだって言ってた。そうか、ルカは？そういえばルカは？ああさっきね、変なジジイに連れて行かれたよ。あそういえばそうだったわ。変なジジイ？とにかくアマリエを何とかしないと。まあまあそんなに焦らなくてもいいって。大丈夫大丈夫、私は気ままに白馬の王子様を待つことにするから。チェスさんのこと？もちろんあなたのことじゃないからね。ずいぶんと余裕だな。とにかくこのままだと殺されかねない、何とかして。私の心配はいいからルカを気にしてあげたら。あのじいさん、前に教皇の前でアルフマンの隣にいた側近よ。本当か、すまない、ルカが心配だ、探しに行ってくる。アマリエ、また戻ってくるから。はいはい、期待してませんよ。フロー的にはアマリエもちゃんと味方の意識があるんだな。まあ、ココナの子のこと仲間にしたけど、じゃあどうすんの。まあこの辺にしとくか今日。あやべ、イベントが進んでしまう。うう、見ます。ラウドネス、本当にそのみすぼらしい娘がみすぼらしいもう一人の巫女なのか。先日チェスターの行った神おろし、あれはまやかしではないのか。いやいや、滅相もございませんぞ。この娘は正当なる第33代目先代巫女アーシェの娘クローシェでございます。ということは神の加護を受けし巫女ということになるのか。
まだお疑いで？無論俺も信じたい。我々もこの18年間絶望視しながらも神の加護を受けし巫女を探し続けてきた。もっとも民にそれと分からせないように探すのは相当骨が折れたが、だからこそ疑いたくなる。どこにでもいるようなその小娘が巫女だというなら、それを証明する何かが必要だ。ならば証明してみせましょう。この娘にインストールされている正当なる巫女の証、ディーセロファンをご披露いたします。ディーセロファン、何するんですか？どうなってる？ワシエラチスキムノシオア。It's War Warrior. Exec Nadolone Ogre. Hotel Freya Ansur Solmar.ご存知ですか？見るのは初めてでしょう。これがディーセロファンです。正当なる巫女の証にして神とつながり、神の力を使うことができるクリスタル。ようやく神の加護受けし巫女が見つかりました。これでメタファリカ創造まであと一歩ですが、このままメタファリカを紡いだら400年前と何も変わりません。まずは神の殲滅です。神との戦争です。この世界はもういつ落ちてもおかしくないのです。一刻も早く神を倒し、相当時は満ちた。血塗られし巫女を今すぐここに呼べ。それってクロージェのこと？映像が神との戦争だ。ルカ、映像がやばい。ルカ、大丈夫だったか？すいません、ちょっとこれ えぐいかも。どうして私がこんな目に遭わなければいけないの？私はただデイカやお母さんと普通の家庭で笑いながら暮らせればそれでよかった。別に高い地位も贅沢な暮らしも欲しいと思っていないのに、なぜこんなことばかり。ルカ、何があったんだ？ルカ。わあ。おお、ルカさん。ああ、お前はアマリエも。そんな警戒しないで、一緒に旅してきた仲じゃない。睨むな若いの。今日は巫女君を助けに来ただけだ。巫女君、僕と一緒に来てくれ。この世界を立て直すんだ。そして神と共に歩むんだ。いや、もうルカ的にはぐちゃぐちゃだよな。ルカ。クロア、私もう耐えられない。こんなところ、私はアマリエたちと行く。お前も来るか、若いの。悩めるところか。まあいい、何にしても来るなら歓迎する。実際僕自身はどうでもいいんだが、歓迎したがっている奴がいるのでな。それってチェスターのこと？あ、違う、あいつか。名前出てこない名前出てこない。もしその気があるのなら、今夜まで大聖堂グランドテラスで待っててやる。まあ、ここで選択肢だろうな。それまでに来い。来なければ以後は敵とみなす。ではまた会えるよう期待している。はい、じゃあな。いや、どうしようかな。いよいよ今日で期日か。期日で、じゃあ一旦セーブします。ではちょっと選択はちょっと次に回そうかな。これセーブして次から分けようね。次から分け
分け用セーブ作っとくか、うん、こっちにもセーブしとくことで次回からこっちにセーブすれば選択肢のセーブは残ると。というわけで次回ちょっとね、クロアとルカどっちを取るか、クロアじゃねえ、クローシェとルカどっちを選ぶかをちょっと決めたいと思います。まあ、ちょっといろいろ考えも話しつつ決めたいと思うので、また次回お会いいたしましょう。それではお疲れ様でした。バイバイ。